どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。はい、でございます。というわけで続きやっていきましょう。地球防衛軍 4.1 第24話頂きの視線、山岳地帯の上空に、敵輸送船を確認。輸送船はシールドベアラーを投下したようです。このままでは敵の戦力が集結するので見て、このまま敵の戦力が集結するのを見ているわけにはいきません。これより作戦を開始、敵の戦力を整わないうちに輸送船を撃墜します。いきましょう。まあ、シールドベアラーとか、輸送船のね、撃墜はもう僕に任せてもらえればと思いますよ。行きましょう。お任せするよ。あいや、このシールドベアラーキラーの俺に任せてくださいよ。頼むぜ。うん。さあ、まずはこのシールド内に入って、こんにちはというわけだよ。この中にね、敵がいなきゃ大丈夫。勝てる。うるや！さあ、よっしゃ、まず一気撃破。どんどんやってってくれ。オッケーオッケー。じゃあちょっと一応輸送船から出る、そのなんだろう、ちっこい敵というか、虫たちは頼んでいい？少し。うん。頑張る頑張る。あいよ。さあ、第二波見つけたぞ。おるや！迫撃砲で相当数出落ちさせたから、もう。マジで？第二機撃破。いいね、お互いちょっと調子いいんじゃない今回。ああ、アリさん来てるよー。あ、でもそんな強くない。あ、びっくりした。クロアリだからか。オッケー。はいはい。これ、シールドベアラーの下に敵がいないのがほんと安心。はい、3人の犬間になんとやらじゃん。ごめん、やられた。アリ一匹に。何、たかだかアリ一匹にやられただと。ほんとにその通りで。たかだかアリ一匹に。あー、投下されている。あ、しかも雲だし。雲の方か、厄介だな。ちょっと待って、このベアラーだけ先にやってから行くよ。オッケー。いける？はい。あー、微妙。あれよ、俺回復してくれたらベアラーだけでも最低やるぞ。やりきれなかったわ。やりきれない思いだわ、ちょっと。あー。やりきれぬ思い。はい。揺れる思いじゃない文字数が足りねえなーと思ってなんかちょっと言ってた。わかっただけよしとしてよ。うん。そうだね。今のはね、よく分かったなと思った。今の超適当な感じで。ああ。それだけ、もう、そこはもうね、もう長い付き合いだから。もう分かると。もう言わんと、してることは大体。何を言おうとしたかは、なんとなく分かった。なるほど。助けてくれい。OK。サンキュー。よっしゃ、あのシールドベアラー俺に任せろ。ただ下に雲とかいなけりゃ。いるよ、雲。え、いんの？あ、そっか、輸送船もしかしてあれか？ちゃんとそういうの分かった上でやってんのか？うん。シールドベアラーの中に雲落とそうとかそういう考え。中に雲がいるか分かんねえな。俺がだいぶ引きつけたから。ああ。できれば。ちょっかい出してから助けに来たおかげで、結構引きつけたはずなんだな。なるほど。だからちょっと、いないタイミングを見計らってしっかりと。あ、でもいなさそうだね、パッと見。いけるかも。頼むね、数が多いから、ちょっと俺死んじゃうかもしれないから。マジか。まあ、頑張る。で、あわよくばこの輸送船も沈めるわ。輸送船はね、倒せない。倒せないの？うん。マジか。輸送船はもうやれないから、とにかく出てくんのをひたすらやるしかない。しょうがないな。撃破、シールドベアラー全部。ナイス。はい。ちゃんと今、クモさんの位置を把握してたもんね、俺。悪いねー。よいしょ。じゃあ、ちょっと援護に行くよ。だいぶ片付いてきた。あ、マジで？いやー、いいね。今日調子いいんじゃない？まあ、俺が一回死んだことに関しては、まあ、触れないでいただきたいけども。目をつぶっとこう。それに関しては。行ってみようかな、俺。あ、ダメだ。エネルギーが足りねえんだ。くそ。あ、油断した。ごめん。マジか。めんご。うわぁ、ちょっと一体やり直そう。え、でもなんか、そんなに難しく感じないね。うん。まあ、とにかく、死なないようにベアラーよろしくっていう。了解。
これなぁ、なんかエネルギーの容量がもうちょっとあればなぁっていう。まあそれ多分僕はその省エネとか無視してやってるのが一番良くないんだけど。まあ任せてくれ。おりゃ、はい。じゃあ回復アイテム以外は全部取ってく。シールドベアラー全部やれば、あとは、のんびり、害虫駆除するだけだから。まあね。もう害、もう単なる害虫駆除だったらそんなに苦でもなくなってきたもんね。ありきてないか、こっち。大丈夫じゃないね。あ、そっちに行ったな。行ってる、何匹か見えるな。3匹いるな。3匹。3匹ぐらいやったらギリいける。ちょっと、なんとか頑張って。はいはい。あ、いるな。爆発で見えねえな。やばい。よっしゃ、耐えた。オッケー。一体撃破の。うっしゃー、二体目撃破。早くー。よっしゃ。ちなみに美味しくいただきます。あー、雲透過してんね、早速。雲来ちゃったね。じゃあ頼むよ。とりあえず多分だからおびき寄せてくればシールドベアラの周りは何もいないはずだから。さあ来い。うるやー、落ちろ。カトンボ、カトンボっていうデカさでもなんか感じじゃねえな。それだからまだ白っ子だからそれ。わかんねえだろそんなん。わかんないか。散々俺たちなんかこうなんか視聴者がわからない話ばっかしてきたんだぜ今まで。考えてみれば、確かに考えてみればその通りだわ。今さら張ってます、白っ子一人。ああ、どってことはねえさ。逆になぜ知ってないんだと。それはおかしいか。いい加減勉強しろと。ああ。そんな自分勝手なことある？我々の知ってるものに対していい加減勉強しろと。そうだそうだそうだ、うん、知識をつけてから見ろというのかね。ああ、無知は罪ぞっつってね。本当に俺これとんでもない発言してる気がすんな。ひどすぎる。ああ危ねえ。さあ最後のシールドベアラーいただきますよ。えいやー、よっしゃ。けさ切りまさに。よっしゃ、シールドベアラー全部やったぜ。ナイス。で、ちょっと、温存も考えて。ジェイ、雲やったぞ。おー、で、ちょっと、行ってみよう。よいしょ。届け。あ、微妙に届かねえ。くそー。山に登っとけよかった。今ね、なんかちょっと、試しに母船狙ってみたんだよ。うん。ちょっと届かなかった。ほんの少し。すっげえアリいるじゃん。な、全部アリ見逃して、来たっていう。おかげですっげえアリいたわ。ごめんね。全部任しちゃった。やばい。俺、アリの駆除業者じゃねえんだっつってね。お互いちょっとアリやりに行くか、先に。まずは。俺は白アリの駆除業者じゃねえんだよ。いや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 。もう0120から始まる業者持ってんでしょ、ちゃんと。業者じゃねえわ、こっちは。で、じゃあアリが落としてたアイテムをちゃっかり俺がもらっていこうかな。業者じゃねえわ、別にビッグバーガー1000個倒したり頼んだりとかしねえから。業者かって、それわかるか、みんな。一部の人はわかるんじゃない。まあね、お笑いが好きな人たちは。お笑い、まあそうだな、確かに。まあサンドイッチマンさんのネタですよ、シンプルに言うとね。ネタですよ。うん。さすがにサンドイッチは分かんない人はでもいないんじゃない？ M1 王者だし。もう、まあ。ピンポイントでそのネタを知ってるかどうかっていうところがね。あー、そっか。確かにそれはあるかもしんない。ちょっと俺空母、マジで空母ってか、あの防線落としに行ってみようかな、頑張って。輸送船落とせねえっつってんじゃん。物理的に無理なのかな？無理だよ。あ、もうそういう風に設定されてたりとか？そういう決まりだから。決まり？だからこいつら倒さないと、もうクリアできないっていうパターン。うん。とりあえず降りてくる巨大生物全部やればクリアだから。あー、そうなんだ。このミッション。
へえ、あらかじめも調べてくれてたんだ、そこは。イエス。オッケー。あ、雲だ、やばい。あ、そういう、あ、すげえ出てる。ほんとだ。あ、ダメだ。もうこう、ダメージは通るけど全然やっつけらんねえ。え、まだ落とすの？いや、おかわり来た。おかわり来ちゃった。おかわりだー。あれのおかわりが来た。やばい、上から俺ちょっとやばい。うわ、ふりかけのように落とされたんだけど俺今。でも、何匹か水連れにしたはず。いやー、ごめん、また駆除業者お願いしないと。あー、また俺業者じゃねえかよ。いやー、すまない。いや、ごめんごめん、だから、ちょっとよく書いて。だから、100歩譲ってアリの駆除はいいよ。うん。クモの駆除は聞いてないわ、ちょっと。高いよ、ちょっと。そんなこと言われたって、俺だってクモを、ねえ。それびっくりするもの、俺だってクモが落ちてくるなんて、ちょっと予想はできたけど。クモの駆除はあなた高いよ、これ。高いのか、まいったな、今ちょっと持ち合わせないんだよな。結構高いよ、もう。いや、すいませんね、本当に。こっちは生活かかってるからもう。それはそうだ。生活どころか命かかってるから。ワンシーズンで1年分稼がなきゃなんないからね。なんだよ、雲のシーズンって。だいたい雲はどの時間、まあ冬はわかんないけど、出るときは出るでしょ、普通に。危ねえ。え、雲のシーズン？てかそもそも虫が出やすいシーズンとかってあんのか？まあ夏場はよく見るよね。まあまあ、そっか。顔筆頭に。なるほどね。さっき確かになんか母艦を攻撃してみて結局のところ、効かなかったから。あの、ダメージは通ったけど、撃墜されないようになってた、ちゃんと。うん。うん。本来だったら俺。その、ちゃんと分かってた前情報をただ調べるためだけに、うん。失った大将が命だぞ。そう、まあ言ったね、ちょっと。いや。こう、あ、やべ。新しく投下されちゃってるわ。なんていうかね、まあ、簡単に言うとその、うん。情報は命にも勝るというね。いわゆるなんだろう、そのなんかスパイ的、スパイはそういう情報に命をかけるわけじゃない。まあ、そうだね。うん。だから俺はつまりそういう感じのことをしてたんだよ。わかってる情報を。まあ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 。だ例えばね、フグ毒は体に危ないですよっていう情報があるわけだ。でも俺は命をかけて、あえてフグをさばかずに刺身でいただくわけだ。ああ。で、死ぬわけだ。で、あ、からダメだねっつって、周りの人がきっとこう理解してくれるはずなんだよ。ああ。で、これからの、そのなんか生活の糧にしてくれたりとかさ。そういうのを、なんていうか知ってるか。なんて言うんだい？それはただのバカだ。格言とかでもないのね。ただのバカと、言いく、おう。足毛にされた。そいつはただのバカだ。わかってることをやるなんて。すいませんでした。よし。じゃあ、レイ君にもらった命、しっかりと使っていこうじゃないか。結構体力持ってったね、俺の回復のために。そんなことない？持ってったね。持ってったか、ごめんね。なんか一回回復させたはずなのに、できてなかったからね。え、嘘？あ、それでなんでだろうね。そして結局なんか倍ぐらい払っちゃったってこと？75% ぐらいは持ってかれたね。そんなに？なんでだろうね。バグかな？バグじゃない？うん。さあ、アリさんが来たーい。やべ、リロードを忘れていた。これはいけない。これはいけない。危ない。命に関わるぞ。映像そっちだから、ちょっとちゃんと撮れたか、ね。それは頑張る。それは頑張る。でも、いけなくはない、多分。いやー、よーし、やった。と思ったら、後ろに、あぶね。わかめ、人、俺の後ろを撮るなんて100万年早いんだ。ちょっと投下しないでくれます？店は作ったんだから、いいじゃない、もう。まだ足りない。取れたか足りないよ。また行くの？まだまだ。俺はこう見えて、おとりで一枠使った男だぜ。たまには業者レベルで駆除してもらわないと。はーい。次はどっちだ？アリかクモか。クモだったら俺自信ねえぞ。アリも、赤アリだったら一番いけんだよな。あー、混合型。
混合ガッツで複合してやがるよ、雲とありさまが。うわあ、ああ、気持ち悪い、気持ち悪い、いやまあ、死なないように逃げてきたまえ。助けてー、気持ち悪いよー。真面目に気持ち悪いよー。でも頑張ってるもん。すごくいい具合に戦ってるはず。あら、エネルギーが持たないけどー。やばい、雲の糸さえなければ 100% 勝てんだけどな、こんな奴ら。エネルギーが後はたー、飲んだ。いや、頑張った、俺は、かなり。どうよ。うー、どう疲れた、なぜだ。うわ、砲弾による突っ込みを受けてしまった。ああ、描写入りまーす。がっかりしないで、そんなそんな。今日も私は外畜上しております。いや、すいませんね、前のちょっとこんな目に遭わしちゃって。大変失礼いたしやして。今日も京都で、雲と蟻を狩る日々。いやー、今日も平和ですな。死骸を横目に。という、俺が死骸になっちゃってるからね。死骸と死体を横目に。今日も害虫を狩る日々でございます。いやー、産地が危ないですな。と言っても、ね、辛いな。そのアニメ見たことねえんだけど。辛いな。辛いよ。今日も俺は業者をさせられ。すいません、ね。よっしゃ、あとは任せろ。雲か。雲ぐらいだったらいけると思う。さあ、かかってこいや。上からの急行、てい。どうよ。いったー。今回余裕だっても結構本当に、なんだろう、まあ、前回かなり苦労したから、今回は楽だったね。苦労したから、だいぶ楽だった。うん、よかった。シールドベアラーが、早々にシールドベアラーをやれたっていうのが相当でかいんじゃないかい。ね、結局俺の功績なわけよ。うん。最初の一瞬だけだよね。うん。はい、というわけでね。次回へ、行きたいと思います。はい、ローテーションな配慮をいただきまして、次回行きましょう。お楽しみに。じゃあね。またな。我々の防衛エリアにマザーシップが侵入した。地球防衛軍本部は敵戦団が停泊しているタイミングを狙い強襲作戦を発動。地上部隊からの攻撃でマザーシップを随伴艦もろとも殲滅しなければならない。ウカレイズの連携プレーが奇跡の戦果をもたらす。次回、コンビタクティクス、君は生き残ることができるか。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。